はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay で水道光熱費が500円付のクーポン。支払いはコンビニに行かなくても OK ということでお伝えをしていこうと思います。はい、ということで早速お伝えしていこうと思うんですけども、まず今回のクーポンの内容なんですが、今回 LINEPay からこんな通知が来ました。500円割引クーポン。電気が水道その他の支払いで使えるということですね。いや、水道光熱費が500円割引って、あまり見ないですよね。なんか、あんまり公共料金が、なんかこう割引っていうのは僕は今回、なんかちょっと違和感があるぐらい、こんなのあるんだと思ってちょっと感心しちゃいましたね。で、これはもしかすると僕が住んでる地域が、まあ、対象なので来てるだけなのかわかりませんが、場合によってはこのクーポンが届いてない場合もあるかもしれませんのでご了承ください。そして支払い方法なんですけども、以前僕が自動車税について動画を出させていただいたんですけど、その時に今回の請求書支払いについての解説もしていますので、そちらをご確認ください。やり方については下にリンクを貼っておきますので、ぜひ見ていただければと思います。代表的なお支払い先ということなんですが、まあ主に電力会社でいうと東京電力エナジーパートナー、関西電力、東北電力、九州電力、中国電力、東京ガスなどですね。他にはまあざっとこんな感じですね。まあ今回の注意点なんですけども、今僕が動画を作ってるのは5月の18日の午前中なんですよ。で、昨日あの LINEPay からクーポンが来た後にこんなメッセージが来ました。お詫びということで、先ほど配信させていただきました LINEPay 請求書支払い500円クーポンにおきまして、ご利用いただけない事情が発生しております。いや、使えんのかいという風になりましたね、早速なので、まあ、利用が、まあ、再開の目処が立てば、まあ、通知が来るということなので、まあ、それまで待っておきましょうということですね。なので、まあ、いずれ多分使えると思います。はい、ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。水道光熱費が500円オフのクーポンが出たということなので、いや、まあ、これを使えばね、コンビニなど行く手間とかも全然省けるので、自宅で支払いして終わりっていう、しかも、なおかつ割引をされるっていう、もう最高なクーポンじゃないのかなと思います。結構、光熱費の500円っていうのは大きいかと思うので、まあぜひこういったクーポンがまだまだ、あと使える地域がもっと増えていけば、まあ、嬉しいのではないのかなとは思います。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。